すべて形式に流れると精神が乏しくなる。何でも日々新たにという心がけが大事である。1840年、現在の埼玉県に生まれた栄一。渋沢家は藍玉の製造販売と養蚕業を兼営していたため、一般の農家などと異なりそろばんを弾く商業的な才覚が求められていた。なので栄一は小さい頃から父の背中を追い、藍葉の仕入れや調達に携わっていた。14歳になる頃には栄一は単身で藍葉の仕入れに向かうようになっていた。1858年栄一は19歳で結婚し、1861年、江戸に出て儒学者である海保漁村の門下生となる。また北辰一刀流千葉英次郎の道場にも入門し、剣術修行の傍ら勤王志士との交友を深めた。この頃から尊王攘夷の思想が目覚め、群馬県に位置する高崎城を乗っ取り幕府を倒すという計画を立てていたが、親族の説得により未遂に終わることもあった。その後1863年に京都に行くが、勤王派が京都から追放され志士活動が行き詰まってしまう。江戸遊学時代に交友関係のあった一橋家の推進もあり、一橋慶喜、後の徳川慶喜の幕臣と栄一はなったのだった。1867年、パリ万国博覧会に出席する、慶喜の弟の随員としてフランスへ渡航。その時にヨーロッパ各国を回り、先進的な設備や近代的な軍備に感銘を受けた。その後もパリに留学する予定だったが、大政奉還に伴い栄一は帰国。1年半ほど対応をしていたため、洋服に身を包み曲げを切った栄一は、山高帽をかぶるようになった。帰国後に慶喜と会い、これからはお前の道を行きなさいと言葉を受けた。1869年、フランスで学んだ株式会社制度を実践するため、静岡県で商法会所を設立。ここでは銀行的役割や物産販売をする金融商社だったが、明治新政府の招状や大隈重信の説得により、大蔵省に入省する。大蔵官僚として度量衡の制定や、国立銀行条例制定に携わっていた。1872年には東京で起こった火事からの再建を大蔵省が主導することになったが、予算編成をめぐり大久保利通や大隈重信と対立し、1873年に井上馨と退官した。大蔵省退官後は官僚時代に設立を指導していた第一国立銀行、現在のみずほ銀行の総監役に就任した。大株主の三井組、小野組の頭取2名の上に立ち、日本最初の銀行の創業を行った。小野組が破綻したことによる経営危機に陥るも、栄一の経済的手腕で被害を最小限に抑えることに成功した。1892年、栄一の出資により東京貯蓄銀行、現在のりそな銀行を設立し、栄一は取締役会長を務める。この頃から幅広い事業に手を伸ばし、官僚時代から計画を練っていた商事会社、現在の王子製紙の経営。同年には現在の東京ガスの委員となり、ガス事業も展開してゆく。栄一が関わった企業は今なお社会に根付いており、清水建設、キリン、東京海上日動、東京電力、帝国ホテル、東宝、京阪電鉄など幅広い活動をした。しかし栄一は他の実業家と違い、財閥を作ることはなかった。彼は言う、資料を預公益を図る。この考えを生涯突き通し、後継者にもこの考えを固く戒めた。どんなに勉強し勤勉であっても、うまくいかないこともある。これは木がまだ熟していないから、ますます自らを鼓舞して耐えなければならない。栄一は社会活動や教育にも熱心であり、東京慈恵会、日本赤十字社などの設立にも携わることや、一橋大学、東京経済大学の設立にも協力し、女性の教育の必要性を考え、伊藤博文や赤塚石浦と女子教育奨励会を設立。1909年、栄一が70歳の古希に達したのを機に実業界からの引退を表明。しかしそこからも民間外交として、都営実業団を組織し、ウィリアム・タフト大統領と会見するなどを行った。数々の功績を残した栄一は、1931年11月11日に、91年の生涯に幕を閉じた。彼は近代日本経済の発展に、
経済学者としての才能と実業家としての手腕を重視した偉大な人物であり、日本の近代化と資本主義経済の形成に大きな関心を示した。その人間的な魅力や社会への貢献を大切にし、彼は多くの人々に尊敬され愛され続けるだろう。